人を殺傷する全ての武器の製造禁止、および既存の武器の全面廃棄。戦争をやめない愚かな男どもに代わって、世界は女性によって神聖する。俺ら3人でバスターブロスだ。どっからでもかかってきな。兄ちゃんへ思いが伝わったって。12が教えてくれたから。ジロー、サブロー、行くぞ。はい。いいか、この3人で的取りが来るだ。てめえの事情なんか知るかよ。私は私の目的で動いただけですからね。相応の覚悟があるのだろうな。身の程ってやつを教えてやんや。こっちも行くよ。さて、行きますかね。フリングポッセが相手になってやるよ。へえ、今度は僕たちとラップで勝負するんだ。面白い。やってやるぜ。毎日真面目にやっていれば必ず報われる日が来る。誰がミジンコだ。どいつもこいつも好き勝手言いやがって。この新宿は摩天楼に任せておけば大丈夫さ。我々の戦いをする時です。俺の仕事はストリートフォトグラファーだ。みんなで分け合って食べれば最高の一枚が撮れる。生き物のリアルを感じるぜ。これは新宿にはふわとろフレンチトーストもあるらしいわ。これより第1回ディビジョンラップバトル決勝トーナメントを開催する。ファーストバトル、フリーザピーチ。さまとき、てめえはここでぶっ潰す。俺から行くぜ、貴様っぽ。その涼しい顔をすぐに歪ませてやる。ワンバースで潰れないでください。少年にしてはなかなかやるな。こんなんで沈むんじゃねえぞこら。何も気にならない。そんな境地に落としてあげるよ。最高の敬意を払わねばなりませんね。俺の運はな、10万ラッキーなんだよ。プリングポッセでフィナーレを飾ろう。僕の言葉で心に風穴が開かないように。でもその弱さをさらけ出して僕たちは先生とつながっていきます。私たちの全てを出し切ります。ウィナー摩天楼。速やかに4チームを捕らえ、マインドハックを施すのです。大衆もまた琴ノ葉島の思いのまま。俺たちがシークレットエイリアンズ。今琴ノ葉島がなくなればまた各国と争いを始めるだろう。俺とダチになったのも策略だったのか。それは誓って違う。俺は君を人として心から尊敬している。これで存分に戦える。相手が強ければそれだけ燃えるぜ。見せてやるよイチロー。これはやばいね、この状況は。4人がここまで押されるなんて。ここでとどめを刺させてもらう。まだだ。ジロー、サブロー。兄ちゃん、俺たちだって全力で力を貸します。一緒に戦いたい気持ちに変わりはありません。勝負の潮目が変わってきたな。行くぜみんな、全力でぶちかませ。なんだこれは、彼らの力が共鳴しているのか。どうやら全員まだまだ戦い足りねえみてえだな。行きますよ。まだまだお祭りは続くよ。行くぜ、バトルだ。